始めます。質問のある人はお願いいたします。フリップ氏の江原です。はい、お願いします。お願いします。午前オープニングにも参加された未来学園祭に、その所感と改めて若い世代に向けてやるという答えの意味などをお伺いください。はい、未来学園祭、今オープニングセレモニー参加してきまして、でその前には夕日が丘と桜塚のそれぞれ演奏もありまして、なんというか心が洗われるというかですね、本当に改めてこう万博の、こう主役といっても僕はいいと思うんですよ。もう子どもたちというかですね、次の世代の、子どもたちだと思います。本当にこう純粋な心で、こう技術や文化に触れていただきたいと本当に改めて思いました。未来学園祭ではこうブースなんかも展示されてですね、企業さんの取り組みなんかも発表していましたし、こう関心持っていただくように、クイズノックの伊沢さんとかですね、エルフさんとか来て若い方々の関心を持っていただけるようなイベントになってます。今日はやっぱり一つは関心を持っていただいて、その万博に来ていただいて技術や文化や未来に触れてほしいという思いが強くあります。改めてもう250日いったんかな、もう残された日数の中でしっかり進めていきたいというふうに思いました。ありがとうございます。はい、次の質問を